さてですね、古杉からからさん、こんにちは、かぶくん。小田くんに関しては、えー、コーチをしているのに、試合のすぐ前に裁判を起こしたり、生徒さんを、えー、ほったらかしにして、違うコーチが面倒を見たりして、かなり選手や周りに、えー、迷惑をかけたと思います。でも、ちゃんと現役復帰できていますし、どこが礼儀なんだろうと思います。うん。ただ、浜田先生だけでなくて、 山田先生も怒らせてしまってるんで、えー、次の引退の時は大変だろうと思いますよ。あ、なるほど。浜田先生とやり合ったのはまずかったのかなと。紅、え、茶、ー、は割と年功序列の世界ですし、うん。なんでお立てなかったのと思います。今日は一段と綺麗ですね。から言っておいても、そんじゃないですよね <laughs>。あの、僕知ってます、これ。あのー、昔東京のシチズンで練習してましたけど、まさにそういう世界ですよ。 本当に。あの、アの世界って結構そうなってます、先生,先生は。日本の場合、特にね。あの、僕、それ見たことありますからねあのルあの。あの、先生ルームの中でね。結構あって、やっぱりこう、リンクに、リンクの中に必ずね、一人か二人ね、番長がいるんですよ。うん。いるんですよね。まあ、それで、政治的に崩壊して違うリンクに行ったっていう人もいるんですよね。結構、だから、そういったところは大事だったりしますね。うん。 小田くんに関してはそういうことなんだったんですね。でも、小田くんのお母さんがね、先生されてますけどね、うん、お母さんはいろいろと、あの他の方との,あ,のあれは平気なのかなうん。小田さんはもうノブリンクを作るしかもないのかなうん。はい、えっと、こんばんは。 カステが3連休に開説しますと。うんえ全校ええ。全演目スマホで撮影 OK です。なかなか珍しいですね。え注意事項は仮想や公式ホームページにてということらしいですね。こういった商も結構珍しいですよね。うん。これ YouTube にアップロードも OK なのかな ?Twitter とかにもね。まあでも注意事項あるということなんで、これチェック必要ということですね。うん。 さあ、僕は何見ようかなまだ全中見てないし、全然見てないし。あと国体も終わってないから、ちょっと休みで見ていかないとね。今ちょっと休憩中です。うん。えー、須坂さんどうもです。今のロシアにはオリンピックを含む、えー、スポーツのことを語る資格そのものではないと思っています。えー、ドーピング問題を繰り返して行な起こす上、えー、ウクラン侵攻という侵略戦争を起こして、えー、戦争犯罪を繰り返しているような国に、えー、スポーツを語る資格すらないですね。えー、ロシアがいないと、 教授が盛り上がらないから、部分的に解禁したいと考えている人もいるようですが、少なくとも現時点では絶対反対ですね。ドーピング問題に関しては、謝罪と再発防止策との制定とその実行が必須,だと思必須だと思います。そして戦争の件に関しては、以前にも話をしましたが、ウクライナに対して謝罪と賠償を行い、 ウクライナと西側諸国からの許しがいられるまで、不可とすべきです、うん。当然のことですが、大統領がプーチン氏のうちはだめですね。この2つを満たして初めて復帰が可能だということの理論ができるスタート地点になると考えます。ロシアを甘やかすこと、甘やかすのことだけはしたりほしいですねということですね。なるほど。うん まあこれも今後の行方がどうなるのかな。うん。まあとりあえずメダルの授与を先にやってほしいですね。うん。